桜井よし子10月26日隊は日本のジャーナリストニュースキャスター国家基本問題研究所理事長言論テレビ株式会社代表取締役会長21世紀の日本と憲法有識者会議代表美しい日本の憲法を作る国民の会共同代表本名は桜井良子以前は本名の 桜井良子名義で活動していたが1994年4月に桜井良子の表記に改めた。ベトナム民主共和国、ハノイの野戦病院で日本人の両親の間に生まれた。敗戦後大分県中津市に住んだ後、母親の郷里に近い新潟県長岡市に転居した。新潟県立長岡高等学校卒業後、慶応義塾大学文学部に進学するも中退し、 ハワイ大学マノア校歴史学部を卒業。2015年7月10日、桜ラ,ライブの収録を前に、英字新聞クリスチャンサイエンスモニター、東京支局などを経て、1980年5月から1996年3月まで、日本テレビ、NNN 今日の出来事のメインキャスターを務めた。1993年度の日本女性放送者、懇談会賞を受賞。 1995年に薬害エイズ事件を論じたエイズ犯罪血有病患者の悲劇で第26回大谷総一ノンフィクション賞を受賞。なお薬害エイズ事件で桜井から追及された安倍英は無罪判決を受け桜井は名誉毀損で訴えられた。21世紀の日本と憲法有識者懇談会代表。2007年12月。 国家基本問題研究所を設立し、初代理事長に、2012年10月、インターネットテレビ、言論テレビ、桜ライブを始める。2014年10月、美しい日本の憲法を作る国民の会を、2015年8月には、平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラムを結成。2015年3月末、日本青年会議所にて、 グローバルリーダー育成塾を創設し塾頭また、永住外国人地方参政権に反対する国民フォーラム発起人、夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民委員会呼びかけ人でもある。産経新聞で2018年9月から美しき強き国へを連載中。かつては報道2001やサンデープロジェクトなどの討論番組に不定期で、 出演していた。新報道プレミア A では、レギュラーコメンテーターを務めた。2019年公開のヤンフ問題を扱った、ドキュメンタリー映画主戦場に出演した。2020年5月現在、日曜報道ザプライム、BS 富士ライブプライムニュースなどに、コメンテーターとして、不定期で出演している。2008年1月23日、 どいかないとの人権に関する対談にて2015年7月10日、桜ラ,ライブの収録を前に、福島第一原子力発電所事故後の平成23年7月14日、産経新聞社主催の第256回全国、10段、正論鹿児島講演会で講演し、核を作る技術が外交的強さにつながる。原発の技術は軍事面でも大きな意味を持つと主張し、 原発を忌避するのではなく、二度と事故を起こさないようにする、姿勢こそ必要と強調した。平成24年12月8日、福島県郡山市の福島県双葉郡八町村の議員研修会で講演した中で、年1ミリシーベルトの除染基準は、ふるさと再生のために緩和すべきだ。放射線には幅広い意見があるが、政治家は事実を見るべきだ。 人類が持つ科学的事実は広島、長崎、チェルノブイリの疫学データしかない。国連科学委員会や国際放射線防護委員会は100ミリシーベルト以下の影響に優位性はないと結論付けている科学的根拠のない都市1ミリシーベルトを除染の基準にして大量の土砂を積み上げ自分たちで新たな問題を作り出している。大人は年20ミリシーベルト、 子供も10ミリシーベルトまでは大丈夫と国の責任で言わなければならない。町村議は住民と一緒にうろたえていてはいけないと発言した。2014年11月9日、沖縄県知事選の最中に沖縄県富臼区市で行われた講演会で中国の脅威の最前線にやおなく立たされている沖縄を力強い取り出にしないといけない中国に侵略されないような 先森になって、もう一回、日本を盛り立てると、沖縄県の住民が先森になることを望む、発言した。2003年8月22日、伊藤みのる市との住民基本台帳ネットワークに関する対談を前に1997年、過去に慰安婦問題について、強制連行ではなかったと発言したことを理由に、神奈川人権センターから抗議を受け、 講演会が中止される事件があった。これについて日本文芸家協会は言論の自由への侵害を有料する声明を出したが人権センター側は桜井の発言は歴史の歪曲であり差別言論だと反論した。神奈川人権センターは桜井の発言の場となった横浜市教育委員会にも講師の選択を反省すべきだとする申し入れを行い教育委員会は 桜井の講演が、市教委の基本方針と異なる、歴史認識で展開されたとして、囲語反差別の観点から、講師の選定に努めると回答した。横浜市教育委員会は、校長会などを通じ歴史認識の周知徹底を図る方針だとした。またこれとは別に、桜井が専攻委員を務める横浜弁護士会の人権賞の受賞者が受賞を辞退する事態も起きた。 読売新聞は神奈川人権センターの行動を言論封じだと批判した。以上2冊のみ、桜井良子名義、以後は吉子名義。ありがとうございます。